東京都交通局5300系電車、東京都交通局5300系電車、東京都交通局5300型電車とは、東京都交通局、都営地下鉄浅草専用の通勤系電車である。車両冷房化などによる、サービス工場と老朽化した5000系の置き換えを、目的に百9 9 1年、平成3年3月31日から、営業運転を開始した。 MT4M、電動車 4T、付随車構成の8両編成25本、計200両が在籍する。27本製造されたが、5500系の運用開始に伴い4本が廃車になった。本形式のデザインは、日立製作所デザイン研究所が行ったものである。外観デザインは、都営浅草線が走行する銀座などの都会的センス。 溢れるイメージを表現したものとし、内装デザインは浅草、隅田川など、下町情緒や東京の域を感じさせるものとした。設計にあたっては21世紀を目指して以下の項目をコンセプトにした。前面は傾斜した流線型で左右非対称のデザインとし、正面にはプラグドアの非常扉を設置した。行き先表示器には都営地下鉄の車両で、 初めて LED 式を採用した。標識の左右には丸い通過標識灯が設置されている。アルミニウム合金製車体であるが、大型押し出し型材を多く使用して、車両の軽量化を図っている。特に外観デザインは、先に落成した都営12号線、都営大江戸線12から0 0 0系1自社のイメージを指揮している。車体塗色は、軽快感と、 明るさを感じさせるアーバンホワイトにラインカラーのレッド、それを引き締めるダークブラウンの2色の帯を配置した。側面の行き先表示器と車側等の周囲は黒く塗装して一体に見えるようにしている。車体側面は客用ドアが片側3箇所、側窓は扉間の2連窓が加工式、車単側は単窓で固定式である。前述したが、 内装は、東京の粋な町である、浅草をイメージしたものとし、具体的には、都営浅草線に沿って流れる隅田川を中心とした、早春に川沿いに咲く、桜を表現することとした。このことから、化粧板は、桜をイメージしたもので、壁面を白基調の、トレンドシティ柄、天井は、白色とした清潔感にあるデザインとした。床敷物は、中央部を、 石目超グレイッシュピンク色、外側を薄茶色とすることで、桜の花びらで覆われた小道を表現している。座席はバケット式、ロングシートであり、表地の色はせずり、背もたれは桜を表現するコーラルピンク色、座面は土の香りをイメージするダークグレー色とした。シルバーシート、弦、優先席は高齢者や障害者への尊重を表現する。 紫色とした。一人分の座席掛け幅は、ドア間の8人掛け、一部5人掛け長い椅子が460ミ、mm、リメートルだが、車端部は5人掛け、一部は2人掛けで560ミ、mm、リメートルと、やや広めに確保されている。ただし、その後は、濃いピンク色、優先席は濃い青色への交換が進んでいる。工術、床式物も同様、改良点も参照。客室は、 握り棒や袖仕切りなど丸みのあるデザインを取り入れた。荷棚はステンレスパイプ式、側窓の巻き上げカーテンは隅田川のさざ波をイメージしたものとした。天井はラインフローファン方式を採用し、中央に補助送風機であるラインデリア、先頭車5台、中間車6台の収納された清風板、両端に冷房吹き出し口がある。消火器は、 優先席部の座席下に収納されている。連結面間の貫通道幅は 1100mm と広く、貫通扉は2両に1箇所片側に設置、4号車と5号車の連結部は両側設置の両開き式でドアクローザ式である。釣り革は三角形である。後年に乗務員室後部を除きドア上部の線路方向にも増設された。増設部の釣り革は、 最初の増設編成の5303編成の未丸型、他は通常部と同じ三角形である。2001年頃からは8人掛け部で10個のうち2個、車端部は一般席6個のうち1個、優先席部は3個を100ミリメートル低くしている。また、優先席部は2006年初めからオレンジ色のものに交換されている。車内ドア上には千鳥配置で、 LED スクロール表示式の車内案内表示器がある。表示器がない側の上部には厚紙による路線図がある。駅番号は車内案内表示器、路線図ともに浅草線内のみの対応である。いずれの表示器、路線図上部にはこのドアが開きますの都会予告塔が2つあるが乗り入れ先の他車線内では作動しない。また都会閉時にドアチャイムも明動する。 当日の記述も参照。なお、このドアチャイムは左右の扉で明動する、チャイム音が若干異なる。押し上げ方面、形成成成田、陰馬日本洋型を先頭にした場合で、進行方向左側のチャイムの方が、等が、やや高く、逆に右側では、やや低い。自動放送装置が搭載されているが、使用も浅草線内に限定している。合成音声で、 当初は高温の女性だったが、1997年に、騒音下でより聞き取りやすい低温の女性に修正された。LED 案内表示機の内容は、浅草線内と他社船内では次のように異なっている。乗務員室は、従来より広く線路方向に 2100mm 確保されており、このため乗務員室直後に座席はない。 運転台はグレーを基調とした式帳である。主観制御機はワンハンドル式で立行4段ブレーキ5段非常ブレーキ1段である。一部編成はデッドマン装置も装備されている。なお、同じワンハンドル式でも浅草線に乗り入れる他社形式は立行5段である。軽気板右側に車両情報管理装置 TIS のモニター画面がある。落成当初は オレンジ色の単色モニターだったが、後日の C 修繕の際に、カラー液晶に交換している。T 図では、機器の動作監視機能や、自動放送、車内表示機、行き先表示機の操作など、サービス機器の制御機能がある。運転室と客室の仕切りは、客室から見て左から大窓、乗務員室扉窓の2箇所である。車高膜は、両方の窓に設置してある。 主電動機の1時間定格出力は 165kW、5 3 2 7編成は 180kW で、電動車1両に4機を装備している。主回路制御は、ジーテオ阻止による、VVVF インバータ制御、三菱電機製 t i m v 1系、素子容量は 4500V2000A を採用している。1機のインバータで4個の電動機を駆動する。 1>, 1 c 4 m 制御である。ジレノンは一定の音階のまま軌道前進するタイプである。車内では、主電動機参照交流化により、都営地下鉄の車両で、初めて客室内の主電動機点検外、トラップドアが省略された。ブレーキ装置は回生ブレーキ併用電気指令式、空気ブレーキで、遅れ込め制御を併用する。台車は、近畿車両製の軸箱支持装置に、 軸バネ、コイルバネの前後を筒型積層ゴムブッシュにより違う、高さで軸箱と連結した、ダイレクトマウント式の空気バネ台車、電動台車、T-1B、KD302, 付随台車、T-1C、KD302A を装着している。ただし、直通先である京浜急行電鉄、京急の車両規定により、ボルスタレス台車は採用していない。基礎ブレーキ装置は、 電動車が、片押し、式、踏みずらブレーキ、付随車は片押し、式踏みずらブレーキ、併用ディスクブレーキである。レールという装置は五千三百十点五三一六五千三百二十六編成の七号車の押し上げ、形成成成田、インバビ、偉大側に取り付けられている。補助電源装置は百三十五キロワット出力の DC、DC コンバータ方式であり、電源変換は、 河川からの直流 1500V を直流 600V に高圧し、空気圧縮機や冷房装置に供給する。さらに、この直流 600V を内蔵の静止系インバータ、SIV で単相交流 200V に変換、また清流装置で直流 100V に変換するシステムである。冷房装置は、冷却能力 48.9kW、42000kcal ロロ。 H の集中式を一気搭載している。制御方式はインバータによる容量可変式を採用し、DC コンバータからの直流 600V 電源を使用するものである。直通先である京浜急行電鉄の車両規定に対応するため、制御電動車を先頭車に配した 4M4T 構成である。車椅子スペースは1.2次車は4.5号車に、 三次車からは1.8号車の乗務員室後部に設置されている。同スペースには非常通報機と手すり、車椅子固定用のロープが設置されている。また、三次車以降の同スペース部の側窓は固定窓としている。なお、その後1.2次車についても2010年の修繕工事の際に先頭車に車椅子スペースを設置した。なお、従前の4.5号車の車椅子スペースは、 存知されている。四次車からは、東京都シンボルマークの位置を、一から三次車落成当初の前面は、左側急行灯の下側面は、種別行き先表示器横から、前面は非常用貫通扉、側面は中央扉の横、先頭車は乗務員扉の横に移設れた。五次車からは、前面下部のスカート、廃晶器形状を変更し、 大型化された。連結面貫通扉は、5次車までは2両に1箇所の片側設置、4.5号車間は両側設置であったが、6次車からは1両に1箇所片側設置に増設された。7次車の5327編成は落成当時、京急線内で、都営車両の開得による時速 120km 運転が計画されていたために性能を変更した。 在来車は、性能上で、時速百二十キロメートル運転は可能ではあるが、高速域での加速性能が低かったためである。主電動機は、新設計のもので出力を百六十五キロワットから百八十キロワットに増強し、制御装置は、三田専用の6 3 0 0 k 点二自社と同型の、制御容量、TIMV1A 型、阻止容量四百五4 5 0 v 二千三百 a に、 変更し、時速 120km 運転が十分に可能な、性能に向上させた。ただし、その後、都営者による、時速 120km 運転の開復の計画は、見送られた。これ以外の仕様は、在来車と同じらが新生児より、転落防止ホロを設置した。2009年、平成21年9月現在、すべての編成の制御装置については、 ソフトウェアの変更がなされており、変更前とは起動時のインバータ装置及びモーターからの音、ジレノンが多少異なる。落成時には路線図式、マップ式と LED 式の車内案内表示機がそれぞれドア上部に千鳥配置されていたが、1998年、平成10年11月18日の京急空港線、羽田空港駅開業に伴い設定された。 エアポと開得への対応が煩雑になることから、路線図式、マップ式のものを撤去して、LED 式だけとした。その後、形成新3000系のように、紙製の路線図が設置されている。2000年、平成12年頃から、C 周全工事により、座席モケット、優先席のみ交換した車両や一般席のみ、交換した車両も存在しているやカーテンの交換の、ほか、 一部の釣り川高さを低くしたり、床式物を水色一色ラメ入りに交換するといった内装改善が実施されている。五千三百十七編成以降は、貫通扉を編成で2両1箇所、新生時は2.24号車の押し上げ、形成成田、立、陰日本遺体側、および5.7号車の西馬込、浦賀側,側設置であった連結面貫通扉を各社片側設置への増設。 多摩数号車の西馬込川工事が実施されている。他に1.2次車を中心に LED 式種別、行き先表示器を新品に交換するなどの工事を行った2種類の更新車も登場している。また、C 修繕実施時に再塗装を行っているが、塗料はフッ素樹脂系を使用している。なお、工事は、京急栗浜工場、京急ファインテック、 栗浜事業所で実施されている。2003年、平成15年頃からドアチャイムの使用を開始した。ドアチャイム自体は、新造時より装備し、運用開始当時は、浅草船内でのみ約1年間使用していた。また、4次社以降の更新車では、時速 120km 対応の5327編成と同じ仕様にしている編成がある。さらに2005年、 平成17年11月に出場した更新者からは、車内 LED 案内表示機の案内文が、浅草線内駅停車中の駅ナンバリング表記のみ、変更されている。2009年、平成21年から2010年、平成22年にかけて、車内自動放送の改良が行われ、都営地下鉄の多線と同内容のものに更新された。2010年度から、 5301編成を皮切りに2度目の C 修繕が開始され、塗装修繕とバリアフリー加工事が開始された。ドアに黄色いテープ貼り付け、座席間にスタンションポール取り付け、先頭車への車椅子スペース設置、中間車のものは損置、床材の貼り替え、中央がダークブルー系で、床付近を黄色く着色した新タイプなどを試行している。1.2次車全車で完了。 その後2011年、平成23年から一部の編成の車内釣り川の改良工事が行われている。後事する新型車両の構想が2010年代より持ち上がったため、本系列では B 修繕が施行されなかった。2016年、平成28年12月現在は、京成電鉄押上線、本線、押上成田空港間と、 北総鉄道北総線全線、また京浜急行電鉄本線、栗浜線線学寺三崎口間及び空港線、津市線全線に乗り入れる幅広い運用がある。また、最高速度が時速 110km であることから、最高速度時速 120km で運行ダイヤが設定されている成田スカイアクセス線での運用はない、北総線での運用は、 インバニホンイダイ駅まで行われている。また、5327編成及び一部の更新編成を除き中高速1機での加速が鈍い、ため、京急線内での運用で、京急車に比べてダイヤが長めになっている。京急線内をエアポート急行として走行する列車が設定された直後は、エアポート急行の表示がなかったため従来通り、急行の表示となっていたが、 2010年10月のダイヤ改正よりエアポート休行表示が開始された。エアポート開徳の運転開始時には、前運用で京成本線京成上野駅に乗り入れたこともあった。ほか、2006年以前には特急成田空港行きや開徳芝山千代田行きなどに運用されていた時期もあった。2016年11月21日以降は平日夜に、 快速特急成田空港行きと折り返しの快速、京成高砂行き、京成高砂から、普通に島込駅が設定され、10年ぶりに成田空港への乗り入れが復活した。記述の通り運用範囲が広範囲になるため、外泊運用もあり、京急、京成、北総の各線内に夜間留置がある。京急線の京急栗浜行や神奈川新町行、 などの運用に入った場合、栗浜や新町という風うに省略膜を表示する。なお5300型は最後の省略膜表示形式である。2006年11月3日に5200型が運用を終了したことにより、浅草線の所属車両は本形式と E5000 系、電気機関車のみとなったが、浅草線に新型車両を2015年度末より順次導入。 2015年度は5編成を予することとしていた。その後計画は2年程度延期となり、東京都交通局中期計画によると、2017年度に1編成、2018年度に7編成、2021年度までに全27編成を入れ替える計画となっていたが、その後調達計画に大幅な変更があり、2017年度の予算で、 一挙に19編成を導入することとなった。また、2016年12月6日付でこの新型車両は5500型と形式名が発表された。今後、統計式全27編成を順次新型車両へ置き換えていくとしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。